7人組の新グループ結成発表 2B 新グループクラス7結成発表大統領キラー7人組公式ファンクラブの同時開設。はい、ということでね、今日はね、2B が新しいグループを開設したということで話題になってますね。で、2B っていうと、それいいし。シングルクラス大統領ですけど、7人公式ファンで同時開催。2B は11日、7人組の新グループクラス7を結成したと発表した。メンバーは大統領月、高野秀夫、宝凛、近代で横田大輝、星野温、中澤健、またクラス7とトレーニーの公式ファンクラブも同時開催された。大東月、近藤大海、高野秀、宝凛、中澤凛、横田大河、星系と。それよりリア充伝説。まあ、ということで、これについて思ったのは、まあ、これは売れないなと思いましたね。まあ、なんでかというと、全くかっこよくないんですよね。はい。なんか微妙なんですよね、正直。で、平野紫耀くんとかは、まあ、確かにかっこいいと思うんですけど、まあ、正直言ってこれはね、絶対に売れないなと思いましたね。はい。クラス7、ルイシーか。ルイシー、大人。クラス7、ルイシーね。ルイシー。ルイシー。まあ、ちょっとわかんないですね。ルイシーは。まあ、なんだっけ。平野紫耀くんはかっこいいじゃないですか。まあ、ただ、それ以外のメンバーって別に 2B ってそんなかっこよくないですか。だから、これはね、まあ、ちょっとね、売れないなと思ったんですね。はい。売れないし、まあ、正直言って、まあ、売れる要素はないなと思いましたね。はい。そう、ルイシー。ルイシー。はい。ということで、はい。ルイシーは、はい。ルイシー。ということで、これについて思ったのは、はい、まあ、これ売れることないなと思いましたね。はい。ルイシー。あと何かあるかな。これか。ルイシー。それリア充伝説。いや、それはそれ。それ英国だって。まあ、これは売れることないなと思いましたね。はい。それ英国。で、そう、冷徹だって、これは売れることないなと思いましたね。はい。まあ、ということで、一個持ってない、そう、冷徹だって。まあ、これはね、売れることがないなと思いましたね。はい。ルイシー。ルイシー、そっちは。サーフか、そう、冷徹、勝ち組って思いましたね。はい。ルイシー、そう、ルイシー、リア充、冷徹。と思いましたね。はい。それ、ここ。ルイシー。ルイシー。